こんにちは、大宮です。今日はブランパン50ファゾムスオートマティックを紹介していこうと思います。腕時計の中でもとりわけ人気の高いダイバーズウォッチ、その元祖とされる世界初の現代的なダイバーズモデルのご紹介です。今回の動画では初めにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、ケースの裏側、ベルトの解説、最後に実物を見た感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて何かコメントを残してもらえると嬉しいです。このモデルにはペリカン製専用ケースが付属しています。その中にはブラックのポーチが付属していて、中に時計が収納されています。内箱の下には取扱説明書、時計拭き、国際保証カード、ダイバーズロックブックが同梱されています。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはブランパン50ファソムスオートマティックです。1735年スイスジラ地方でジャン・ジャック・ブランパンによって設立された、現存する世界最古の時計ブランド。創業以来機械式時計のみを手掛け、かつその復興と発展に寄与してきました。ブランパンの代表作50ファソムスは1953年に誕生し、ダイバーズウォッチの礎を築いた重要なモデルです。当初から潜水中の視認性を考慮し、ブラックのダイヤルや逆回転防止ベゼルと明瞭なコントラストをなす幅広のアワーマーカーや指針を採用、また磁気の影響からムーブメントを守る軟鉄製インナーケースを用いるなど、画期的な仕様で機能性や信頼性を高め、フランス海軍特殊潜水部隊に正式採用されたことがきっかけで絶対的な名声を得ました。ファゾムスとは海の深さを表す単位です。1ファゾムスは約 1.83 メートルで、当時のダイバーが潜ることができる最大深度は 91.45 メートルであったことから50ファゾムスと名付けられました。それではケースについて見ていきましょう。時計のサイズは 45ミリとなっております。ケース素材にはステンレススティールを採用しています。切削ではなく冷感鍛造によるもので、極めて良質な上傷がつきにくくなっております。ケース仕上げは美しいポリッシュ仕上げを採用。逆回転防止ベゼルもプレキシガラスから大きく弧を描いたボンベと呼ばれるサファイアガラスへと強化されています。2007年当時、サファイアクリスタルを立体的にくり抜くのは極めてコストのかかる試みでした。サファイアガラスは非常に硬く、対称性も抜群で、よりクリアに数字を読み取ることができます。ケースサイドにはブランパンのブランド名が大きく刻まれています。ケースの厚さは 15.5 ミリもありますが、重心が低くラグを短く切ったため、腕につけると数字以上に小さく見えます。創業者の頭文字が入ったリューズは大きめなねじ込み式リューズを採用しています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。文字盤には12時、3時、6時、9時にアラビアインデックスを採用、4時から5時の間にカレンダー表示を備えています。オリジナル同様ペイントされた黒文字盤ですが、高級機にふさわしくわずかにツヤが与えられています。文字盤の外周に筋目を加えて独特の表情を与えるのはブランパンならではの個性ですね。12時位置にはブランドロゴ、そして6時位置にはモデル名が記されています。またインデックスも円没ではなくアプライドを採用して高級感を演出しています。復刻されるにあたり、ダイヤルのインデックスもオリジナルは円没でしたが、高級感のあるアプライドに変更されています。印字ではなく別部品で構成するインデックスなので、立体的で視認性が高くなっています。針はスポーティーなダイバーズウォッチらしく太い自噴針を採用、秒針は細く自噴針の視認性を邪魔しないデザインになっています。秒針の控えめなデザインがラグジュアリーさを醸し出しています。自噴針、秒針、インデックスとベゼルにもスーパールミノマが施され、夜間での視認性を向上させています。次は時計の裏側を見てみましょう。ケースバッグはねじ込み式のスティールバッグを採用、軟鉄製の対磁ケースを内蔵する構造を表すアンチマグネティックがブランド名、モデル名とともにケースバッグに刻まれています。ムーブメントは3つのゼンマイを搭載するトリプルバレルシステムによって実現した5日間のロングパワーリザーブを実現しています。3つのゼンマイが連動して作動しますので、ゼンマイのトルコ落ちによる精度の低下を防ぎます。搭載される自社製キャリバー1315はシリコン製ヒゲゼンマイの採用により耐磁性も高められ、強力な磁場からムーブメントを保護し、衝撃や温度変化にも強い実用的な構造になっています。
また超速機構には一般的な環球芯を持たない高級な機械式ムーブメントの代名詞の一つ、フリースプラングテンプが採用されています。フリースプラングテンプは衝撃によって環球芯が動いてしまい、ほどに影響を与えることがないため、よりスポーツ仕様に向くと言われるこだわりの作りになっています。フィフティファゾムスコレクションは水中に適したストラップが採用されており、船の帆と同じセールキャンパス素材が使われていますので、とても丈夫です。その上、裏側は非常にソフトなラバー素材になっており、肌へのフィット感も考えられています。バックルはピンバックルを採用しており、実用性と快適性を求めたストラップになっています。このパブリック素材の他にメタルブレスレットの展開もございます。防水性能は30気圧防水となっております。高い防水性を備えていますが、ご使用の際にはリューズが元の位置にあることをご確認ください。ねじ込み式リューズを備えたモデルなので、操作を終えたら再びねじ込んで元の位置に戻してください。ブランパンはシリコン製ヒゲゼンマイによって磁気の影響を最小限に抑える工夫を凝らしていますが、時計を強い磁場にさらすと精度に狂いが生じる可能性がありますので、ご注意ください。今回のブランパン15ファゾムスオートマティックの感想ですが、これは実際につけてみるととても素晴らしい時計だと思いました。まず目を引いたのは、サファイアクリスタルガラスでコーティングされた逆回転防止ベゼルに独自性と高級感を感じました。またケースサイズも 45mm と大きめのスポーツウォッチですが、腕につけると収まりが良いのでスポーティーでラグジュアリーな印象でした。まさに大人がつけるダイバーズウォッチの雰囲気です。薄型のスポーツウォッチではありませんが、ダイバーズウォッチたるゆえんの普遍のデザインと一貫した高品質のものづくりが楽しめるモデルなので、ラグジュアリースポーツウォッチを探している方にもおすすめです。30歳前後から60歳前後と幅広い年齢層に人気でおすすめとなっております。お取り扱い店舗は大宮、京都店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。ブランパンのタイムピースは定められた条件の範囲内で購入日から24ヶ月間の保証が提供されています。ということで、今回はブランパン15ファゾムスオートマティックについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。